こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日は、この出品者どうしましょうという相談でね、自己発送と FBA 販売を組み合わせている出品者、FBA で赤字になる金額だけど、まあ、安いものを売って取引件数は稼ぐと。で、自己発送で高額金を売って儲けるというようなね、やり方をしている出品者がいました。まあ、この出品者、ホリデーシーズン中、またはホリデーシーズン明けにいなくなります。無理に値下げ競争せずに退場を待ってください。退場する出品者か否かは、どのサポートプランでもお答えするので、お気軽にご質問ください。まあ、FBA で赤字になっても安い金額で販売する。これで取引件数を稼ぐと。で、自己発送で高額商品を販売して儲けると。そうすると取引件数が多いんでね、自己発送で多少悪い評価とか遅いとかついてもね、ダメージを受けない、あるいは FBA 販売で取引件数を稼ぐんでね、売りやすくなるというような、ノウハウなんでしょうけど、まあはっきり言って机上の空論です。今まで自己発送でまあ取り組んでね、出品してる出品者何人もいましたけど、まあ長いことね、やり続けてる人いません。まあそもそもね、今、輸出で、自己発送で売るというのがね、かなり無理があります。eBay とかと違ってね、Amazon は、まあ、出品者がリスクを、あらゆるリスクを被るというようなスタイルなんでね、これもう、自己発送で取り組むのは馬鹿げてると。まあ、ただ、おそらく、eBay をやってる人、あるいはね、が、こういうやり方でいいんじゃないかなというので思いついてやってるのか、ノウハウ発信してる人がいるのかわかりませんが、まあ、最近、まあ、相談があるんでね、こういうノウハウがあるんだなというのは分かりました。まあ、ホリデーシーズン、ね、繁忙期になれば、まあ、続々と売れるけど、続々と商品が届かないということでね、返金クレーム、で、まあ、やってらんないなということでね、退場することは目に見えてますんで、まあ、あまり気にする必要はないということを言えますんでね、もし、それでも心配だと、この出品者どうでしょうというのがあればね、お気軽にご質問ください。まあ、私の方もね、これだけ出品者いたけどね、みんな消えてますというのがね、また今後出た時に、自信を持って、より自信を持って言えるようになるんでね、まあ、この事例は集めておきたいと思いますんで、この出品者もそうですかというのがあればね、どしどしご質問ください。お待ちしてます。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。